レトスの小野です。ここ数日お送りしてきた4回の動画を見て、来年合格するためにやるべきこと分かりましたでしょうか？まだご覧になっていないというのであれば、ぜひご確認ください。4つの動画っていうのは、計画を立てる3つの理由、具体的な計画の立て方、勉強時間の作り方、宅建合格するための具体的な勉強法、この4つの動画ですね。まだご覧いただいてないという方は、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。単にわかるだけではなくて、できる、続ける、これが重要なんですね。やはり理解学習が分かった上で、それをできるようにして、また続ける、ここまでやらないとなかなか合格することってできないんですね。もし一人で続けることができないというのであれば、私と一緒に理解学習やりませんか？今からであれば来年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して来年絶対合格しましょう。個別指導のお申し込みについては、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。不法行為に基づく損害賠償債務は、不法行為の成立と同時に履行地帯となる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答え丸ですね。不法行為に基づく損害賠償債務っていうのは、不法行為の成立と同時に履行地帯となります。これさらっと読むと分かりづらくないですか？この文章っていうのはさらっと読むと分かりづらいんですね。で、これは具体例を出すと非常に簡単に理解できます。例えば、あなたが事故などで怪我をして入院した場合をイメージしてください。あなたは被害者で、まあ、別途加害者がいるということですね。あなたは入院費をすぐにでも払ってくれって思いませんか？すぐにでも相手方に損害賠償請求したいですよね。加害者に対して損害賠償請求したい。ここで履行地帯の発生時期っていうのは、加害者が被害者から非難されるべき時ですよね。まあ、これは、昨日の動画とかでもお伝えしていると思います。つまり、被害者であるあなたから非難されるべき時、ここから履行地帯となるわけですよ。つまり、事故が発生した時から、すぐにでも損害賠償請求したいということは、事故が発生した時から加害者は非難されるべきなんですよね。つまり、事故が発生した時から履行地帯になりますよ、ということなんですね。で、言い換えると、事故が発生した時っていうのは、不法行為が成立した時なんで、この時期から履行地帯になるということです。これは被害者救済のためのルールなんですね。まあ、イメージできれば忘れにくくなりますし、試験前に勉強したのに覚えられていないとならずに済むんですね。無駄な勉強したくないという方は、ぜひですね、個別指導をご検討ください。もう多くの方がもう無駄な勉強をしてるんですよね。無駄な勉強っていうのは、この部分をそのまま覚えるっていう方です。つまり丸暗記学習ですね。不法行為の成立と同時に履行地帯となる。もうこれ丸暗記の方っていうのはやはりもう無駄な学習ですね。そういった方っていうのは他の部分も丸暗記しちゃうんですよ。そうなってくると、この部分大体忘れます。1ヶ月後2ヶ月後忘れちゃいます。で、一方で、ここの具体例を頭に入れて理解をしている方っていうのは、忘れたとしても、この問題文から具体例を自分自身で考えて答えを導くっていうことができるんですね。つまり、正解できるんですよ。忘れていてもこの問題正解することができるんですよ。これが理解学習であり、有益な勉強法なんですよね。このような勉強をしたいという方は、ぜひ個別指導で一緒に勉強していきましょう。では問い2です。宅建業者 A 社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない場合、A 社は免許を受けることができない、丸か×かという問題です。で、答えは丸ですね。不正手段により免許を取得した場合、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合、業務停止処分に違反した場合、この3つのいずれかの理由によって免許を取り消された場合は、その取り消しの日から5年、これを経過していないと免許を受けることができないんですね。したがって、免許取り消しの日から5年を経過していない場合、A 社は免許を受けることができないというのは丸になるということです。まあ、基本中の基本の問題ですね。これは解けると思うんですけれども、似たような問題で注意すべき問題があります。引っ掛け問題として出題される部分で、受験生もよく勘違いしている部分なんですね。で、この点は少し、話が長くなりますので、個別指導でお伝えいたします。個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガの方、ご確認いただければ載ってますので、そちらからご確認ください。で、問い3ですね。
仮勘地となるべき土地について七権や抵当権を有するものがあるときは、これらのものに仮勘地の位置及び地籍並びに仮勘地の指定の効力の発生日を通知しなければならない、丸か×かという問題です。答えは通知不要ですね。抵当権者には仮勘地の概要を通知する必要ありません。で、これなぜかっていうと、そもそも抵当権者って所有者だったり主権者のように仮勘地を使用するってことはないんですよね。所有者とか主権者っていうのは仮勘地の指定を受けたら仮勘地を使用するんですよ。でも抵当権者は所有者とか主権者とは違って仮勘地を使用しないんですね。まあ、収益っていうのはもうこれ賃貸するってことなんですけども、まあ、所有者とか主権者っていうのは仮勘地を使用することもできるし賃貸することもできるんですが、抵当権者は使用収益する権利ないんですよ。つまり仮勘地を使うことはありませんので、抵当権者に仮勘地について伝えても意味がないんですよね。したがって通知は不要だということになります。これも理解していただければ、あ、当然だなと思いますよね。だから別に覚える必要ないんですよ。もう理解していただいたら答え導けますので、このような勉強をぜひ行っていただければと思います。まあ、初めにもお伝えした通り、4つの動画ですね。この4つの動画については、動画の下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、まだ見ていない方、また一度見たければもう一度確認したいという方は、ぜひですね、ご確認いただければと思います。まあ、結論から言うと、この3つができて、これを続けることができれば合格することは可能なので、ぜひですね、これを実践していただければと思います。で、これを続けることができないというのであれば、ぜひ一緒に個別指導で勉強していきましょう。今からであれば来年あなたに合格していただく自信ありますので、お待ちしております。レトスの小野でした。